どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。さあ今日はね、新作映画ということで、今日レビューする映画はね、スキャンダルですね。セクハラスキャンダルって言えばね、思い出すのは2017年に超大物映画プロデューサーであるハーベイ・ワインスタインがね、セクハラで告発されたことをきっかけに、そこからミートゥー運動が広がって、同じような被害を受けている女性たちが立ち上がって大いに盛り上がったのは、もう皆さんのね、記憶に新しいところだと思うんですけど、いやいやもうね、これでね、世間のセクハラおっさんどもは真っ青になったと思います。ざまみろだね。この事件ね、日本では大きく、このワインスタインの騒動を大きく取り上げられたので、まあ僕も知ってたし、皆さんもね、知ってるんじゃないかなと思うんですけど、実はそれより少し前にさらに大きなセクハラ告発騒動がアメリカで起きていたんですね。舞台は FOX ニュース。そこの CEO、いわゆる最高取締役責任者であるロジャー・エイルズに、女性キャスターがセクハラを告発して、アメリカでは大ニュースになりました。2016年の出来事なので、まだつい最近のことですよね。ちょうどトランプが大統領選を繰り広げていた時期です。本作ではニュース映像ですけど、トランプ本人も出てくんだよね。で、邦題がね、スキャンダルって言うんですね。いや、これもう少しなんとかならんもんかな。ほんとね。映画会社、時々こう、へんてこな邦題つけますけど、スキャンダルなんてキャッチーさには欠けるし、タイトルだけではね、内容をイメージしにくいですよね。ちなみに、現代は、ボムシェル。これは、女性のセックスシンボルを意味するスラングなんですね。日本語で言えばね、バイオエン娘といったとこかな。だから、邦題は、バイオエン娘の逆襲なんていいんじゃないかと思うんですよね。FOX ニュースはアメリカのニュース専門放送局なんだけど、1966年にメディア王として有名なルパード・マードック所有のニュースコーポレーションズ、今の FOX コーポレーションズが当時 NBC の経営者ロジャー・エイルズを社長にして設立した会社です。2001年の9.11アメリカ同時多発テロ事件で一気に視聴者を、こう獲得してね、周囲に躍り出たんですよ。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだったんですね。アメリカ国民の最も信頼できるニュース放送とも言われていて、国民の過半数が支持していたみたいです。日本で言えばどうなんですかね。報道ステーションみたいな感じなのかな。いや、僕ね、ニュース番組なんて一切見ないから全然わかんないんですけどね。ちなみにこの映画でね、アンカーって言葉がよく出てくるんですけど、これはニュースキャスターの意味ですね。ニュースキャスターとかお天気キャスターのキャスターって、これ実はね、和製英語なんですよ。ニュースキャスターはアメリカでは通常アンカーパーソンと呼ばれるんですね。アンカーっていうのは船の錨のことなんだけど、番組の中心となってニュースを掘り下げて視聴者に分かりやすく伝える役割であることから、そう呼ばれるようになったそうなんです。もともとジャーナリストの世界では記事の最終的な執筆者をアンカーマンって呼ぶ習わしがあって、どうやらそこから来たいみたいですね。イギリスではね、プレゼンターと呼ばれます。FOX ニュースの本社ビルの2階はロジャー・エイルズ社長の社長室なんですよ。ロジャー・エイルズはこの人ね。彼は目をつけた女性を社長室に呼びつけてはセクハラ行為を繰り返してたんですね。そのことを外部に漏らさない代わりに、女性たちはキャスターとして昇進していったんですよ。そんな中、ニコール・キッドマン演じるグレッチャン・カールソン、彼女は社長からの性的要求に応じなかったことから降格を余儀なくされて、挙句の果てにはね、会社クビになっちゃうのね。しかし彼女は虎視眈々とリベンジのチャンスを伺っていたんですね。バッチリと証拠も集めていました。そして2016年にロジャー・エイルズ社長をセクハラ告発するわけなんですよ。彼女は被害に遭った女性がね、たくさんいるだろうから、告発をきっかけに彼女も立ち上がってくるだろうというね、そう目算していたんですよ。だけど現実はそうじゃなかったのね。女性たちは会社の報復を恐れていたし、なんだかんだ言いながら今の自分があるのはロジャー社長のおかげだからと恩を感じたりしていて、告発に至らないんですよ。むしろロジャーは番組を使ってグレッチェンをね、攻撃してきます。マスコミお得意のネガティブキャンペーンってやつですね。その女性たちの一人にシャーリーズ・セロン演じるメーガン・ケリーがいました。彼女がこの物語の実質的な主人公ですね。セクハラはね、もう許せない。しかし、告発してしまえば、自分の地位と名誉を失うことになりかねない。そもそも、自分の屈辱的な過去と向き合うことがね、彼女はできないんですよ。プライドが高すぎて、自分の弱さをね、表に出したくないんですね。しかし、状況は変わっていきます。被害者たちが弁護士に証言を始めているんですね。ここで、メーガンが証言、告発をすれば、ロジャーに対して致命的なダメージを与えることができるんですよ。しかし、それは同時に多くを失うことになるかも
もしれない。同僚たちにも家族がいます。その同僚の仕事すら奪ってしまうかもしれない。メーガンの心は揺れ動くんですね。さあ彼女は社長を告発することができるのかみたいなね、そんな内容になっております。この物語はね、もうニュースになってるというか、まあ、アメリカでは歴史的事実なので、僕の中ではね、これネタバレとは認識していないんですけど、一応ね、物語上ネタバレになるに違いないので、まだ未見でこれから鑑賞予定のある人はここで視聴を止めてください。いいですかね。で、ここからね、ネタバレに入っていきます。まあ、ただね、ネタバレされてもね、そんなしね、鑑賞には支障出ないと思いますけどね。まあ、結果的に言うと、メーガンは社長を告発して、社長はね、失脚しちゃうんですよ。まあ、大企業の絶対的権力者を女性たちが引きずり下ろしたというね、これまたね、歴史的な出来事でした。それほどまでに権力者っていうのはね、大企業の権力者っていうのは守られてるし、その力はね、絶大なんですよ。女性たちをね、叩き潰そうと思えばね、簡単に、一人二人だったら簡単に潰せちゃうのよね。まあ、それによってグレッチェンは20億円以上という和解金を手にします。もっともフォックス側との和解における秘密保持条項のため、まあ、過去の詳細については話すことは禁じられているので、この映画に対してね、彼女がコメントすることはなかったそうです。監督はトランボ、ハリウッドに最も嫌われた男を手掛けたジェイ・ローチですね。トランボでも信念を決して曲げないトランボの不屈不屈の戦いを描いていました。そして本作もいくつかのアカデミー賞にノミネートされていたんですけど、唯一受賞できたのが名キャップ賞なんですよ。そう、カズヒロこと辻和弘さんが見事に受賞しましたね。今回もね、辻さんの手腕が遺憾なく発揮されています。もしよかったら登場人物と本人をね、比べてみてください。もう本当にね、そっくりなんですよ。いやー、これはね、すごい技術ですよ。ロジャー・エイルズ社長を演じたのがジョン・リスゴーだったんだけどね、ほんと気づかなかった。ただマーゴット・ロビーが演じたケイラという女性はオリジナルキャラクターだそうです。セクハラ社長の餌食となった典型的女性像を分かりやすく伝えるためのキャラクターといったところでしょうね。はい、というわけでね、もう少し詳しいレビューしますけど、その前にいつものように映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画スキャンダル、評価額はズバリ1300円、終作です。はい、本作を見てわかるのは、今年のアカデミー賞レースはね、とてもレベルが高かったんだなってことですね。本作は作品賞にはね、ノミネートされてなかったんですけど、いや、むしろノミネートされていたフォード VS フェラーリなんかより、こちらの方がずっと良かったですね。まずはね、何よりテンポがいいんですよ。開始早々物語に引き込まれていくんですね。舞台は刺激的なテレビ業界、それも世の中で最も競争が激しいと言われているニュース部門なんですね。わずかなミスがね、命取りとなっちゃうとこなんですね。ジャーナリストとしての高いスキルを持ってるのはね、これもはや当たり前、みんなそうなんで、あとは誰に忠誠心を向けるかが大きなポイントになってくるわけですよ。力を持ってる人間につけば自分を引き上げてくれる。逆を言えば、それがなければ昇進することはできません。社内では絶対的階級が出来上がっているので、権力者たちは社員たちをね、まあ、私物化同然にできるわけですよ。当然ロジャー社長みたいな弱いものを食い物にするおっさんが存在するわけですよ。まあ、見ていて不快に思うだろうけど、これは結構ね、日本でも身近な出来事なのかもしれません。皆さんの友人知人、もしかしたら家族の中にも上司のセクハラに悩んでいる女性がいるかもしれませんって、この動画を見ているあなた自身がもうすでにそうかもしれませんね。この動画を見て、セクハラされたとはいえ仕事もらったり昇進したりできたんだから、告発するなんて卑怯だろうって思う人がいるかもしれませんけど、いや、それはね、筋違いだよ。そんな状況に置かれては受け入れるしかさ、選択肢ないじゃん。断れば全てを失うかもしれないんですよ。今まで必死に努力してきたキャリアもスキルも全て失っちゃうかもしれない。それにね、ほとんど考える時間を与えてくれないんですよ。その場で判断を迫られるわけです。セクハラおっさんっていうやつらは、か弱い女性たちのね、そういう心理を知り尽くしているんですよ。だから相当に悪質なのね。むしろおっさんを引きずり下ろした女性たちに僕はね、リスペクトを送りたいですね。
こういう映画の素晴らしいところって、弱い立場にいる人たちに正しい判断と勇気をもたらしてくれることだと思います。立場の弱い人間の尊厳や人権を平気で踏みにじる人間をね、許しちゃいけませんよ。で、テンポはいいんですけど、特にメーガンの苦悩がしっかりと描かれていたところも評価高いですね。そしてこの物語は日本人受けがね、いいんじゃないかなと思うんですよね。なぜならこれ女版半沢直樹じゃないですか。巨悪に決して屈しない、真正面から立ち向かっていく、そんな女性たちをニコール・キッドマン、シャーリーズ・セロン、マーゴット・ロビーの三大女優が演じています。いやー、この3人ね、さすがは大物ハリウッドスターですよね。彼女たちが演じると映像にパワーがみなぎりますね。そしてテレビニュース業界の裏舞台もね、丁寧に描かれていて、そこで織りなされるドラマも実に華やかで刺激的で面白かったです。また保守寄りなフォックスニュースに対する皮肉も盛り込まれていて、まあ、ここはね、見る人の立場によって感じ方が違ってくるとは思いますけど、まあ、映画としてはね、保守に対して批判だったのかなと思いますよ。そもそもフォックスニュースの内情を描くということは保守のイメージを下げることに直結しますからね。マーゴット・ロビー演じるケイラは、両親がフォックスニュース信者だと、まあ、社長に言ってました。だけどそのフォックスニュースはセクハラやジェンダー差別の温床だったわけですよね。で、まあ、結局ね、社長は失脚したわけなんだけど、そんなんでフォックスニュースって本当に変われるんですかね。大金をもらったグレッチェンは契約で口を固く閉ざしてるわけですよ。フォックスニュースが金に物を言わせて彼女にそれをさせているという時点でまともな改革に結びつかないと思いましたね。そんなケイラは自ら社員証をゴミ箱に捨てて会社を去っていきます。彼女がまともに生きていくためにはあの会社に身を置いてはダメなんだという痛烈なメッセージです。ちなみに CEO をクビになったロジャー・エイルズ社長なんだけど、辞任してからは大統領選の共和党候補ドナルド・トランプのキャンペーン顧問となって、彼のね、助言役になりました。だけど CEO をクビになって1年も経たないうちに硬膜下血腫で帰らぬ人になっちゃったんですね。いやー、見事なまでに晩節を汚した人生でしたね。